はさグレーじゃんまだ推しの子は絶対に、あでもコナンってどうなんだろう、私サッカーみんな見てください、そう新潟で2回ないし、しかもただいま、え、なんでだろう、そんなスマホ熱くないよね、なぜだろう、ありがとうね、あのかぼちゃじゃなくてハロウィン、ありがとうございます、ありがとうございますね、まさかのループですか、そっかそっか、みんな見える、今保冷剤置きましたここに、そうなんかもう一回語るね、もう一回語るねコナンはサッカーボールコナン蹴ったりとかさ、あとあーびくしょ、トムとお母さんがじゃれてた、なんだっけ、なんでしたっけ、もう今もう全部忘れちゃった今ので、そうコナンサッカーとかやるし、蘭姉ちゃんも殴るから普通に戦う系かなと思ったけど、意外とあれだよね、普通に探偵ものだからさ全然よくよく考えれば探偵ものだから、全然グレーでも何でもなかったっていう話をさっきしてました、みんながループ私がループしてる間にそれを私は一人で熱弁してましたね、蘭姉ちゃん電柱とかさゴーンってやっちゃうじゃないですか、人間離れしてるから、ちょっと歌いたいんですけど一回つなぎまーす、自分から望んでいるのかロマンティック病、終わり終わり、よし、今までで一番のコラボ、今までで一番のコラボか、今までで一番でしょ、今までで一番のコラボか、今までで一番のコラボはワールドトリガー普通にひいきもあるけど、性能的にもワールドトリガーじゃないかな、第2弾が好きでしたね、ワールドトリガー、ありがとう、なんかまだ保冷剤必要かしら、届かない、あ届いた、あいた、肩つった、危ない、つってないです、なんかうわ、なんだろうこれ、なんて言えばいいの、釣り竿っていうかなんか、なんか内側に入っちゃった感じ釣る寸前のやつか、まあ、いっか、なんかなんだろう、変な感じですけど、ありがとうね、たくさんギフト、え、なんか今私今めっちゃ頭の中に流れてるのが卒業ソングなんですけど、めっちゃどうしよう、卒業ソング、しかもこれって感じなんですけど、うん、めっちゃ名曲だけど今かなっていうものなんですけど、歌っていいかな、みんな歌っていい、いいですか、めっちゃ卒業ソング、めっちゃ卒業ソングだから、え他の曲歌った方がいいかな、ちょっと怖いな、なんか熱い、熱くならないよ、いいよ、ありがとうみんないいんだ、みんな本当にいいんだね、ロマンティック病も絶対歌いたいと思ってたんだけど、あるのかな、まずロマンティック病ロマンティック病、ロマンティック病、いやでもね、私が今歌いたいのはこれですね、あでも2番わかるのかな、正直2番わかるかわからない、2番わかるかわからないけど歌ってみますね、
教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー、授業中に渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える、それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね、その背中に夢の羽が生えてる。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かして電話して泣いたことはあったね、悩んだ日がなぜか懐かしい、喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった、卒業写真の中エコーが意外と長いこと続いてましたのでありがとうございます。
爆上げとは全然変わって静かになりました。ありがとうございます。本当になんかめっちゃピンクのペンライトありがとうね。劇場のように桜の花びらたちの時はねピンクのペンライトだからありがとうございます。本当にありがとうございます。なんかもう一曲歌おうかな。桜の花びらたちだから桜の花びらたちだから、卒業おめでとう。卒業しない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 です。全然しない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 、なんて言えばいいの、まだしないんですね。スカートスカートてんてんてんになっちゃった。ないのかな、ないの、ありました。みんなぐるぐるしてないですか、みんなここぐるぐるしてない、大丈夫、ぐるぐるしてないですか、熱くないですかね、大丈夫かな、怖いな、たまにぐるぐる、たまにぐるぐるしてる。そんな、どうすればいいの、どうすればいいの、今もう冬ですよね。あ、やばい、自分の足元が見えた。ちょっと別のリップを塗ってみようかな。じゃあ別のリップを塗ります。ちょっと飛んでたのか。よいしょ。あ、でも確かに暑い気がしてきた。暑い気がしてきた。でも歌いますね。歌えんのかな2番。2番わかんないけど。歌ってみまーす。
すぐ切れた。え、すぐ切れた。さっきすぐ切れなかったから。ありがとうございます。スカートひらり聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ハロウィンギフトが達成したんですか？ありがとう、みんな。ありがとうね。ハロウィンギフトが達成した？どこで見るんだ？ありがとうございます。でも、ありがとう。ありがとうね、本当に。もうめっちゃ、なんか、横、なんて言うんですか？なんか、喉のここが痛い。痛くない？痛くはないか。なんて言えばいいの？乾いてる。ありがとうございます。でも本当に絶対この曲を歌い続けることができないんだったらロマンティック病は歌えない。絶対にロマンティック病難しすぎるよ。絶対だってラップだもん。いけるかな。歌ってみる。38分、やってみますか。やってみよう。でもやっほーみんな、やっほーやっほー、歌ってみる。チキンとコーヒー、チキンとコーヒー、なんか意外な組み合わせだね。チキンとコーヒー、ロマンティック病ロマンティック病ですけどね。暑くない？みんな大丈夫？暑くないですか？もう表側も冷やしちゃう。ありがとう。でもチキンとコーヒーをいただけるということでしょうか。そう、みんなのおかげでね、アイス食べたんですよ。ありがとうね、本当に本当にありがとう。暑い？やばい？あ、寒いくらい？え、あのぐるぐるしてないかなって思ったの。そのあの体感的なこと聞いてない。聞いてない。普通に突っ込んじゃった。聞いてない。ありがとう。あ、自分のは大丈夫。あ、よかった。じゃあそのまま行きますね。じゃあ行っちゃうよ。行っちゃうからね。行きまーす。行けるかな。データアプリさよなら。次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかった。ぎこちない、しょうもない、ありえない。恋をすると誰もがいつの間にか、それ以前と人が変わるもんだよ、まるで別人のように。ロマンティック病、ふわりふわり浮き上がれ。
ああ、お、すごい切れた。桜の花びらたちのエコーが長すぎたのか。ありがとうございます。やった、めっちゃ大好きこの楽曲。なんかこういう楽曲とか、あのロマンティック病とか、あとなんだろう、法定速度とか、あと反省相談とか、なんかなんだろう、こういう盛り上がる系、なんて言えばいいんだろう、なんか盛り上がる系大好きで、なんだろうな、トンチキ盛、これはちょっとトンチキではないけど、トンチキ盛り上がり系ソング大好きで、なんかないかな、みんなトンチキ盛り上がり系ソングおすすめないですかね。ロマンティック病は別に歌詞にトンチキかって言われると別にトンチキじゃないんだけど、その法定速度とか、なんかジャンジャカとか、そういうなんだろうな、なんか特徴的なセリフがあるやつ大好きで、ロマンティック病は全然違うけど、なんかそういう盛り上がる系、イエーイみたいな、ハロウィンナイトとかさ、それこそそういうなんかそういう楽曲大好きで、なんかないかな、みんな歌えるかって言われたら歌えないと思うんですけど、うん、え、45分なんだ、ありがとうございます。あ、最高かよ、いいよね、君いて最高かよ。あ、ハイテンション大好き。ハイテンション大好き。ハイテンション歌えるかな、絶対ラップなかったっけ。Oh yeah. でででででで、かっこつけないで声を出せ。え、歌えるかな、歌えるかな、ハイテンション、ハイテンション、なんか歌えない気がする、わかんない、あ、待って、あるかな、歌えない気がする、なんか歌える、歌えるかな、歌えない気がするから、ちょっと全然的外れのハッシュタグで思い出した歌歌います。ハッシュタグで歌い思い出した歌歌います。え、ないのかな、え、ないの、嘘でしょ、いや絶対あるはず、今探してみますね。赤さたな、歯まで遠いな、はい、橋あった、ありました。検索でゼロ件だったけどありましたね、これ、これ、あ、違う、どこか、かI'm not afraid to die.
ハッシュタグなんですかね。じゃあ今もう即興で決めちゃうね。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグちょっと NGD の曲見なきゃ。なんかないかな。ちょっと何も決まりません。何を決めようとしたんだろう逆に。ちょっとね、何も決まらなかったので、なんかチャットのハッシュタグだけでも決めますね。チャットのハッシュタグ、ハッシュタグひろかっぴの佐藤区で、はい、じゃあそれにします。あ、ごめん、絶対うるさかったよね。うるさすぎるよね。水玉のドット模様のカーテンはきっとうるさすぎるよね。絶対絶対うるさすぎるよね。チャットでなんて言えばいいんですかね、その全部の内容載せなければチャットの返信見れないから、ここで返信がてらつぶやいてくださったら私は全部見るので、全部をなんか、へえ、ひろかっぴはエビのスープパスタを食べたんだとか味のなんだろう、すべてを、なんだろうな、なんだろう、すべてのすべてをつぶやい、なんて言えばいいんですか、あ、そう、今日の髪型どっちにしようとかそういう質問とかに答えてくださったら嬉しい。なんだろう、すべて全ばらし全ばらししないで、しない、しない範囲のハッシュタグです、これが
変身的なね。はい、完売しましたとか、完売おめでとうとか、そう、もうそういう感じで本当に、例えばチャットで私が、配信見てくれてありがとうとか、次の配信はブルーベリー食べますねって言ったら、ブルーベリーは言わず、それ食べるのみたいな、なんだろうなんだろう、もう、そう、チャットの返信ができないから、見れないから、ただ見るためのあれですね、チャットの質問とかに、私が今日例えば荒ぶってたやつに、ハテナみたいな、もうそれぐらいのお願いしよう、わ、荒ぶってるなみたいな、もう返信として使ってください、返信と、返信を見るためのこれなので。そう、そうなんです。あと5分、じゃあ男女見しちゃいますね。ありがとう。ハロウィンのあれもね、なんだっけ、チキンとコーヒーがいただけるみたいで、こんなハロウィンらしい髪型したから、ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当に本当に本当にありがとうございます。じゃあ男女見しますね。マイクを通して男女見します。イヤホンを通してでした。男女見します。10歳ヨマちゃん、ありがとうございます。12位ポラさん、ありがとうございます。11位スマイルさん、ありがとうございます。10位ハブトゥーセーブさん、ありがとうございます。9位ビルバラさん、ありがとうございます。8位松尾さん、ありがとうございます。7位ナオくん、ありがとうございます。6位富之助さん、ありがとうございます。みんな本当にありがとう。5位まさひろさん、ありがとうございます。4位かわさん、ありがとうございます。3位たからさん、ありがとうございます。2位かつさん、ありがとうございます。そして1位はシュービズさん、ありがとうございます。あ、ちょっとここをね、直接叩くと良くないと、公演の時もね、マイクを叩かないようにと、何度も指導されているので、はい、ここを叩きますありがとうございます。本当にみんなありがとうね。カラオケもたくさん聞いてくださり、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ。次はね、9時からなので、配信ぜひその日も、その日じゃないわ、その時間も来てくださると嬉しいですありがとう。本当にみんなこちらこそお疲れ様ね。木曜日の一番疲れてる時間に見に来てくださりありがとうございます。本当にね、空いた時間は私は何をしようか迷うけど、みんなは本当にゆっくり休んでください。9時から21時からするので、ぜひ。審査員さんいらっしゃったの？審査員さん、ちょっと審査員さんがいらっしゃる。審査員さん、審査員さん、審査員さん、審査員さんいらっしゃって、ありがとうございます。私の配信に来てくださり、お忙しい中来てくださりありがとうございます。ありがとうございます。全然気づかなかった、すみません。本当にありがとうございますありがとうございます。精一杯このイベント最後まで走り抜けたいと思います。頑張ります。ありがとう、ありがとうございます。本当に皆さん、本当に皆さんありがとう。そして審査員さん、ありがとうございます。並ぶってた姿見られてたのかな。ありがとうございます。やだ、なんか、またお時間ある時ぜひ来てくださると嬉しいです。エンさんもありがとうございました。本当に見に来てくれて、そう、こんな髪型でしたが、ヤギじゃないですよありがとう、みんな来てくれてありがとうございました。本当にありがとうね、見に来てくれて。こんなラストにまさか気づいてしまうなんて、ありがとうね。またね、ありがとうありがとうね、またね、ありがとう、ありがとう、本当にみんな見に来てくれて、またね、ありがとう。9時からぜひまた見てください。待ってます。またね、ありがとう。